はい、こんにちは、くんです。ということで今回は性格悪いティアやっていきます。性格が悪い人順で並べていきます。本当にそんなことしていいのか。まずですが、大前提としてこの企画を考えたポノさんが一応こちらになります。はい、まあ、性格悪い人ティア考えるやつは一番上、まずは基本のこう土台を作らないと。だってそりゃそうでしょ、基準となるね。えまあ、ポノさんといつも言い合ってるテテさんはそうです。あ、もちろん仲良く二人で。当たり前。そう、意義あるここ。意義なし。二人とももう一人ずつあげていいよ。うちの様からはイカオさんを推薦します。いやー、どうだろうな。ベノム。ベノムって性格そんな悪いか？悪い。性格の悪いって何？ちょっと皆さん、性格が悪いのってどういうところか皆さん言ってください。他の人たちも。悲しんでる人を見て笑える。あー、割と個人的だと参加者みんな嘘をつく。あ、嘘つくよ、暇人さん。暇人さん嘘つくよ。俺そこ？まあ嘘はつくけど、まあ嘘つきなだけな、嘘しかつかんからな。暇人さんの嘘は病気だから、性格がそこまで悪くないけど嘘はつくから、まあここじゃないかな。俺の嘘は人を傷つけない。いや、怖いって。怖いよ、暇人さんの嘘は。びっくりするよ。だってさ、俺に空港で蕎麦食ってるみたいに言ったけど、実は新宿の路上のいい蕎麦屋さんで蕎麦食ってたでしょ、なんか。美味しい蕎麦屋ぐらいの蕎麦屋で食ってたじゃん、なんか。いや、あれ、羽田空港やって。いや、違う、お前酔っ払って新宿一緒に歩いてた時に、あ、ここ蕎麦食べたわ、とかって言って、お前言ってたよ。てるつかここやで、とかって言って、お前俺に自慢してたよ、それ。羽田空港じゃなくて新宿の通りで蕎麦食ったの、お前自分で言ってたからな、それ。それ忘れてただろ、お前。この席、はははとかって笑ってた。もう嘘ついてる。怖くない？今の怖くない？今のなんか。今のめっちゃ怖くない？もう嘘ついてるじゃん、今。すごくない？ちょっと、そろそろみんなに気づいてほしい。こいつの異常性に。ちょっと、ティア1個あげるわ。ティア1個あげます、ちょっと、ダメ。ちょっと、ティア1個あげました。それは性格悪いというよりサイコパスなだけだと思います。サイコパスと性格悪いってどっちなんだろうなぁ。あとは、人のことを落とし、あのね、たわけもひどいよ、企画案、本当にひどいよ、たわけの企画案、なんか。かなりひどい。なんか、視聴者は何も考え、思ってないだろうけど、たわけの企画案終わってるから、本当に。陰湿キングだよ。そんなことはない。いや、なんか例文出してきて、例文。そう、ヤチの顔出しの日、自分の顔のコンプレックス選手権やろうとか言ってたんだよ、こいつ。やばくないマジで。いや、なんか、頭壊れてる、多分マジで。やばすぎる、マジで。やばいよね、なんか、顔出ししますって言ってる日に、なんか人の顔出しの日にやろうとしてるみたいな。すさまじい。いや、あれは、自虐の方が触れやすいかなと思って、何に触れさせようとしたの？ちょっと待って、どういうこと？何を言ってるのかわからない、俺には。俺には分かりません。たわけ、実は根に持っていること選手権。善意ですって。ちょっとたわけさんの位置1個あげます。1個あげました、たわけさんの位置。昇格。893もいくや、確かに。邪悪といえば、確かに。893もひどいな。いや、893トップじゃね？もう、トップじゃない？結構。1番でもいいような気がするよ。まあ、そうだな。あとは、逆にいい人決めない。確かに。性格がいい。まあ、ドルピンじゃない。まあ。あー、いたわ、ヤニャ。あ、いた。いたわ。いや、だってさ、性格悪くないと、翡翠ネタあんなすらないでしょ。あんなにすらなくないか？いや、ディーディーは、いやね、ディーディーがね、悪いなと思ったのは、ディーディー、桃鉄ですら人の足引っ張るんだよね、なんか。桃鉄で物件買うときに嘘つくんよ。邪魔カードで、じゃあ妨害するとかならわかるけど、物件とかで、よくわかってない人が、これどれ買えばいいんだろうって、それ買えばいいよ。それ買いな、林業買えばいいよとかって言って、損するやつを勧めたりするんよ、こいつ。いや、なんか俺それ見て、いやー、こいつなーっていう。やるんだよなぁ。いや、まあ、でも、まあ、総合的に、まあ、そんな悪いわけじゃないから、まあ、ちょうど真ん中よりちょい下ぐらいじゃないかなぁ。この辺か？あとは？ユードン。え？知らないよ、ユードンの性格、俺。あ、でも、
怖いわ言うの。なんかイカオさんっぽかった。なんかオーバーウォッチの時なんかうわーみたいな感じだった。ちょっと引いちゃった俺。ちょっとなんかガチで引いちゃったみたいな感じだった。ちょっとやばいなって思ってた。あ、でもイカオさんでしょ。イカオさんどっち、てっぺん。イカオも一番上か。まあイカオさんもまあまあひどいもんね。どうしよっかな。ちょっとこの辺じゃないかなって。まあ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 、まあ、ゆきこさん意地悪な顔するときあるからな。ゆきこさんね、右斜め下を見ながらにやーってするときあるんだよね。なんかあったときににやーってして怖い笑いするんだよね。ちょっと怖いよね。なんか怖い笑い方するときあるんだよな。ゴリナビも陰湿だよ。ちゃんとひどいかな、ゴリナビくんも。特に依存なし。あ、ニジアオさんとかここじゃないかな。ニジアオさんとかこの辺じゃない。いや、鉄たぬきって意外と俺この辺だと思うな。いや、なんか、いや、優しいんだよね、ちょっと。なんか、鉄たぬきは、66に優しかったのが俺は評価高い。66に優しくしてたっていうのが、そう、ネット弁慶なだけなんだよ。だって、イカオさんが66の解放してるの思い浮かぶ？浮かばないでしょ。そういうとこじゃない。で、陰キャ転生は、でもどうだろう、なんか、でも陰キャ転生性格悪いわけじゃないんだよね、別に。おかしいんだけなんだよな。マーケンさんに謝れないのえぐい。あ、まあ、確かに。まあ、悪いと狂ってるは別軸なのか。悩ましいなぁ。仮面見てください。録画、動画。頭落とす言うよ。あ、いいよ、俺が拾う。落とした瞬間手首切ろうとす。俺が拾ってやるよ。ここいいといても。なんて言ってるか分からん。聞き取れ。音がちっちゃくて聞き取れ。ゴサラちゃん、なんかよく分からん動画貼るのやめてくんね。よく分からん動画貼るのやめて。いやー、もう10時じゃなかった。ゴサラちゃん、まあもうちょっと分かりやすくあった方がいいかも。くん一番上。まあ、そうかも。確かに。ちょっとヤニャーの位置意義あるにゃ。どうしたの？もっと下にゃ。え？そんなバカな。もう一個上作る？じゃあ、もう一個上のグレードを作るか？違う。ニャー、ピューピューピューピー。紅茶ちょっと性格悪い時あるよ。なんか、ちょっとあるよね。なんか、ちょっとなんかこう、ちょっと感じる時ある。ちょっとだけ、かっちゃん性格やら良さそう。裏ではいつも敬語だし、確かにかっちゃんはいいやつだよね。ね。かっちゃんってなんかこう、裏では敬語だよね。普通の人だよね、かっちゃんは。かっちゃん、あと普通。かっちゃん本当にいいやつ。VC したけど、敬語完璧だったよ。アイテムもくれるし。まあ普通の人だし。いやほら、普通の人だからもう今も寝ちゃったから。もう今も普通に寝てる。まあ仕事行ってないっても嘘じゃないの、もしかしたら。なんか間違っちゃったかもね、俺ら入れる人。いや、今日施設行ってた。施設って何？ちょっと待って。ビリケン多分行っていいことと悪いことがあるから、一旦ちょっと、その件は、あれしとこう。ちょっと一旦フェイガキシーしとこう、それ。施設。まあなるほどね。まあいろんな、まああるからね、まあ施設。あのね、秋川もね、あのね、誰かがバンするってなったら来るんだよね、ディスコードに。俺ちゃんと把握してるから、秋川とかイケゴとか誰かがバンするってなったり、トラブル起こったら来るから、普段来なくてもなんかそういう時来るんだよね、秋川さんとか。聞きつけてやってくるからさ、まあ、秋川さんまあそういうの好きなのかなーみたいな。秋川人の崖っぷちなところ大好物だよ。難しいな。落ち葉も表に出てないけど、かなり最古だよ。いやー、落ち葉は可愛いしね。いいかな、別に。まあ、可愛いし、下じゃない？いや、なんか、ちょっと、落ち葉、なんかあれだよね。落ち葉可愛すぎてなんかちょっと困るよね。落ち葉可愛すぎて困る。アーケンさん。アーケンさんもね、なんかね、いいわけじゃないよね。なんかさ、人のことを思い浮かべるときってさ、表情を思い浮かべるじゃん。みんな頭の中でこうパッてその人の顔を想像したときに、アーケンさんがちょっと上半身をのけぞらせながら、え、いや、私は、みたいなこと言って、ちょっと、うわーみたいになってるときのアーケンさんの顔が俺出てきたから、多分性格悪い描写を俺覚えてるんだろうな、みたいな。いや、わかる？アーケンさんが上半身をちょっと下にグッて下げて、なんかちょっと下の方を見ながら、ちょっと引きつった笑いしてる時の、みたいな時のアーケンさんを記憶してる。今その症状してる。
まあ噂話好きなんだよね、アーケンさんって。アーケンさん噂話好きだから、人の噂話とか人のゴシップ好きだから、まあちょっと上ですよね。いや、ゴシップ好き勢は上でしょ。デレさんと仲いい。あ、ゲイ。うなずらさんはくんさんの漢字を1年間黙って兄弟ずらしてくんさんの面子保ってたから性格いい。確かにそうだよな。普通そんな我慢できねえもんな、自分の学歴を嘘つくなんて。成人だわ。で、同時にベノムが一番上かな、多分これで。この指摘により、この指摘によってベノムは多分一番上になります。いや、イニンが性格悪い、意地悪なこと言ってるの見たことないかも。俺そういうことやってるの見たことないよね。のじゃじゃ。え？あんまり人に対して興味がないような気がするけどな。まあ、心がないっていうのはあるかも。倫理観がない。いや、のじゃじゃは発展途上国の教育の機会を受けることがなかった子供みたいなもんだから、なんか知らないって感じする。道徳の授業を多分欠席してたんだろうな。心のノート持ってなさそう。わかる。何言ってん？のじゃじゃはそんな、ありえぬは優しくない？ありえぬ優しくない？なんか。優しくないかな。なんか性格悪いって思ったことないな。あと、まあ、ラーバじゃね。ラーバ。ラーバは性格いいでしょ。いっぱいゲーム買ってもらった。ラーバは性格いいね。何してんの？イカオさん？イカオさん？そう、デデの顔いっぱい並べないよ、イカオさん。わかった。デデが性格悪いのわかったから。並べないよ、イカオさん。そうやって。自分もでしょ？でも、一番上にいるのは。イカオさん、どうしたの？急に並べて。長月。ああ、まあ悪いね。長月って、人が困ってる時そんな助けなさそう。わかる？なんか人が困ってる時助けないよね。あのさ、風緑って感じがする。なんか風緑っぽい。で、その寝覚めが悪いから助けるとかって言ってるのがもうダメ。自分が損するから、ここで見捨てたら俺、なんか、後で俺がなんかちょっとって思いそうだし、まあやっとくふりするか、みたいな。交通事故の時スマホで撮影してそう。なんかちょっと分かってしまう。そんなことしたら責任問われるじゃん。あれ？一人いないじゃん。俺なんかいない人いる。翡翠転生。やりゃどう思う？やりゃどう思う？聞く人おかしいだろ。やりゃが一番知ってるかな、みたいな。専門家だし。悪いだろ。だって、イカオさんどうした急に。イカオさん、どうした急に。飛んで行っていいにゃ？うん。今から置くにゃね。屋根は置いてくれんの？はい。おー、見てる。どの辺かなぁ。あれ。伸びたね。もうちょっと、まあ、ヤニャー判断ということで。ヤニャージャッジ。どこに自分も置いとけ。ひつぎさんが悪いのは性格じゃなくて頭なのでその意思はないと思います。まあ、それはちょっとわかるかも。それはわかる。デデの指摘の言わんとすることは、ちょっとわかるかも。いや、なんかさ、ちょっと悪口かな、これ。いや、なんかさ、あいつさ、なんかシンガポール人っぽいんだよね。東南アジアの人みたいな楽天的な感じがする。なんか、おとぼけ野郎みたいなところあるくない？なんか、わかるかな？日本で言うと沖縄の人みたいな。そう。なんか、おとぼけ野郎感があって。それって、ボンボンに多いんだよね、多分。ボンボン家庭の子に。ボンボン家庭の子とか、裕福な子に多い話だと思うんだよな。バカというか、なんか、おとぼけ感があるというか。なんか、それが一番近い。もっと他に言いようがないな。別に性格悪いわけじゃないんだよね、翡翠って。イケコさん一個あげとくか。イケコさん一個あげとくね。イケコさん一個あげとくね。ここ。昇進させとくわ。いやー、なんだろう。世間知らず、無垢。ヤッサンはちょっと違う。ヤッサンもちょっとおとぼけ感あるんだけど、ちょっと違うんだよな。ヤッサン性格悪くはない。あ、まあ、確かに、性格、性格の問題じゃない感じするよね。だから、まあ、言ってることはわかるかも。性格の問題でトラブルを起こしてるというよりは、もっと別のベクトルの何かがトラブルの引き起こしてるというか、なんというか。何かって何ですか？いや、まあ、なんだろうね。言語化しましょう。たわけも一番上に置いといて。こう、たわけ一番上に置いといて、ワープさせといて。参加勢で一番近いのって誰？
え、ヤチと？え、菩薩じゃない？それは。だってね、なんか、なんとか判断で、菩薩さんだったよね。だから、菩薩さんと一番近いの、ヤチは。まあ、俺とも近いとも言えるんだけど、菩薩だよね。菩薩くん、ヤチみたいな。レプトセッケル。まあ、同じ軍団って感じ？菩薩、菩薩ヤチ軍団みたいな。菩薩 VC で切れて。ワドは、この辺じゃない？あのさ、出てとこのでさ、あの、ちょ待って、出てとこの今ちょっと同じチャットしようとして、今、祖母が発生したよね。それどっちが本当？それどっちが本当かな？それ。僕のが本当ですね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。このはそれを日本語訳したってことなんだ。それを日本語訳したらそうなったってことね。あの、あげといて。あげといてくれ。ちょっとあげといて、こっちに。ここにさっきの人たちもあげといて、このたわけとか、この辺とかも。あの、もう一個上も作っといて。ダウのメンツすごいことになってる。ちょっと翡翠さんの位置意義あるにゃ。ん？どうしたの？もういいだろ、もう。もういいにゃ。まあいいよ、そばあげといて。あとでヤニヤのもまとめて処理するから。メイキングは性格悪くない気がするな。頭が悪いだけど別に性格悪くないよね。むずいな。風化悪くない？いや、リアル風化は悪くないはず。リアル風化の前で誰かの悪口言ったら、風化が落とし込む形で、乗っかる時に悪口言わない、なんか。例えば、ただしゃかってマジでやばいよねって言ったら、いや、ただしゃか面白いっすよっていう。わかる？ただしゃかってマジやばいやつだよねって言ったらそういう。ってか言ってた。俺が、ただしゃかの悪口言って、したら風化がそうやってカバーしてたから、間違いない。それは営業妨害かもしれない。言ってた、ちゃんと。ちゃんとただしゃかのカバーしてた。から、まあ、その性格悪くないけど、まあ。リアル出すの卑怯だろ。ゴリラビ君のリアルの話する？じゃあ。ゴリラビ君のリアルか。ちょっと静かでよくわかんなかったな。ほら、思い出せない。なんかあんまり覚えてないんだよな、なんか。何話したみたいなのが。どうだったっけな。これ、クンさんの性格やるように匹敵するだろ。ドルピン、ゴリラビ君リアルないから話すことないね。ドルピンは真実を言っちゃうだけだから、事実を言ってるだけ。イカオカスタのドタキャンした朝日は、まあ自分本位なやつではあるかも。自分本位なのを性格悪いって言うんだったら、まあ性格悪いかも。まあわがままなだけっちゃだけかもな。だからまあこの辺。レポンとか何考えてるかわかんないけどね。でも、なんかの時に、なんか翡翠に対して VTuber としての自覚が足りないみたいなこと言ってて、こいつすげえ言うなってことだったんじゃないか。こいつすげえなって。レポンがなんか翡翠のやつ見てるとか好きとかいうネタがあった時から、しばらくしてレポンが翡翠に触れなくなった時に、レポンに翡翠のことを振ったら、いやなんか自覚がないとかって言ってて、なんかこいつすげえなって思ったのがあったから、まあ。のじゃじゃに優しいって聞かれて、うんって答えたら荷物持たされた。レポンがね。アッシーさん優しくない？アッシーさん。アッシーさん優しいよ。普通に優しいよね。当たりが半つきすぎだけで、行為はかなり丁寧だし、優しい。なんか陰キャ転生が、こう、やばいことやってるって時に、お前やべえよ、それとかって言ってた昨日。結構再現してる、今。こいつやばいよ、多分。こいつも多分このクラスだよ、多分。こいつ忘れてたけど。こいつもだいぶやばい。だいぶやばいよ、こいつも。いや、ちょっとしたものに幸せを感じたり、共有する喜びを持ってる。おぱいちが？え、じゃあ、ちょっとしたものに幸せを感じたり、共有する喜びを持ってる人間が、新規参加税が赤消すまで、炎とかって言いかけて入れないドッキリして、いつ赤消すかし、見てみようぜ、とか提案するか。そんな提案するかと言われたら、そんなちょっとの幸せをとかで言わないんじゃないかな。参加税、ちょっと立ち位置的に参加税じゃないけど、最近 AI でいるからこいつも置いとこう。まあ、こいつは悪いよ。こいつは悪いよ、だいぶ。だいぶ悪いやつ。凶悪だよ、あいつは。元祖陰鬱。いや、あの、クンキッズを昔からやってるやつは性格悪いよ。ただずっとクンさんを見てますとかだってあれだけど、クンさんを見てて、ツイッターでずっと生き残ってるやつは性格悪いやつ多いよ。ずっと相手にマウント取り続けて生き残り続けてきてるから、
まず性格悪いよ。悪くないと生存できないから、そんな表に立って。今の50人クラウドとか簡単だから生き残るのなんて。別に何もしなくてもまあまあ生き残れるんだ。なんとかして。昔のクンキッズとかだともうボコボコにされて潰されてたから、多分一時期本当にゴドンさんみたいになろうとしたけど、自分の性格が良くてできなかった。たまけもう一段あげといて。毒状態意地悪しがちだけど内心気使ってそうじゃない？うん、わかる。毒状態は両方に気使ってて、翡翠をいじるときに、翡翠に対してみんなが本当にちょっと思ってることを言って、プラスでも翡翠にもちょっと気を使いながら言うからちょっと面白いことになってる。ヤネアも気を使ってるにゃ。ヤネアはもう一段上がりたいのかな。でもあとわかんないな。あと判断できないな。あと全員真ん中じゃない。一旦自分の頭置きに行って、はい、まあ置かれてない人置きに行ってください。自分で、自分この辺だろって。もうそろそろ俺がジャッジします。自分の頭だけにしてね、壊さないようにね。長月くん、自分の頭を壊さないようにね。はい、ちゃんと戻そうね。コロさん壊してる。コロさん、キモすぎ、キモすぎ。ちょっと二人とも上げといて、この二人、二人組。判別できるように首だけにしておきますか。まあそうだね。自分が置くの首だけにしてね。はい、じゃあもういいかな。はい、はい、一回消えてください。いや、チュッパ悪いよ。ちなみに、チュッパは割と悪いよ。相当ひどいよ、チュッパは。ツイッターで来てたよ。高校の同級生から。来てた。高校の同級生から来てた。性格悪かったっていう。ちょっと性格悪くて、みんなから微妙がられてたって来た。ちなみに本当です。だからチュッパくんあんまり個人的な話とかしない方がいいですよっていうのと一緒に来てた。ちなみにこれ本当の話です、これ。前話したやつ、そう。ピニガキ3型肺まではそこでよかったけど、今そこじゃないだろ。でね、ピニガキはこのまま行くとまずいよ。人の悪口言ってて。すぐ人のことを悪く言うでしょ。すぐ人のことを悪く言うから、ピネガキはこうちょっと上がりつつある。少しずつ。いや、ピネガキ、お前上がりつつあるよ。ピネガキくん、君。ちょっと悪くなりつつある。じゃあ最近、じゃあ、みんなにした、自分がこう優しいことしたなって思うことは何？誰かにした優しいこと選手権、ピネガキ。行ってみ？ピネガキさん怖いです。いつかインターテンセを超えると思います。言われてる。ヘルス感もたまに悪いから今ここです。ドルピンを推薦した。そんなかな。そんなかな。はい、どけ。スペクテーターにするぞ、壊すんなら。カメスタは、悪いだろう。カメスタは悪いよ。よくないよ、カメスタは。いや。いや、よくないと思うなぁ。いや、なんかこう、たまに邪悪なところが見え隠れする。邪悪なカメツタが出てくる時ある。なんか、利己的なカメツタがたまに出てくる。まあ、マイクは上でしょ。マイクはこの辺でしょ。いや、だって、いや、さすがに、菩薩とヒデが、翡翠転生さん。ここならおかしい。どうしたの、翡翠転生さん。上に行っちゃってるけど、今。いや、でもヒデ別にさ、この辺じゃね？あれはもういい。なんか性格悪い仕草出た。自分はいいから人の足を引っ張り下ろすみたいな。いや、ヒデは、まあ、ここじゃないかな。あのね、ヒデがゴリラビに対して優しかった。謝ってきたゴリラビに対して。優しかった。寛容だった感じがする。ヒデは私に対してクソ性格やばい。そうかな？社会人なだけじゃないの。でもそんなに、じゃあまあここにする。まあそんな多選があるなら。ナッツ、マッチ、あかり、パエル、この辺はまあなんかそんな感じするかもね。MS 一番下無理ない。いや、MS はちょっと悪いでしょ。いや、MS さ、なんかさ、誰かがやりたまに上がられた時にさ、それをほのめかすような企画案書くでしょ、お前。なんか、ハゲネズミが取り上げられたら、なんか、ハゲネズミをほのめかすような企画書かない。なんか、盛り上げたいだけ。まあ、この辺では。菩薩さんの位置絶対おかしいにゃ。そうなの？菩薩さんって性格悪いの？実は。性格悪いのかな？俺と同じぐらい。性格悪くないと思うけどな。性格悪かったら結婚とはできてないんじゃね。まあ、結婚できるけど、性格悪くても。まあなんか、まあ菩薩さんはここでしょ。言うて。言うてここじゃないですか。
俺は、じゃねえ、これって性格いいわけない。まあ、確か言われてみればそんな気もしてきた。言われてみればそうである。なんかラボはなんか足引っ張り合うね、君たちなんかラボの VC の人たち。君たちどん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 みんなでさらってってるね、なんか足引っ張り合って。全員で山登りでもしてんのかな？イルダムのコメント欄、とう、ラボ性格悪い集団になってるのが不服です。父さん、性格悪いか。あのね、若干二面性あるんだよね、なんか。俺とかアボボタリンの前では、了解しました。わかりました。失礼します、くんさん。こちらどうでしょうかって言ってんだけど、一人で配信してるときめちゃくちゃ意気がってんだよね、なんか。一人配信めちゃくちゃ意気がってるから、なんか全然態度が違って、でなんか態度が全然違うんだよね、なんか怖いんだよね、ちょっと。それ禁止カード、これ禁止カードだった。いや、配信の時ちょっと怖いなって思ってんだけど、こういう人こんな生きがり系の人なのかみたいな。あれかっこいいと思ってやってるんじゃないかな。長月、一個目で。昇進。昇進、おめでとう。え、カエルくんはこの辺じゃない？妥当じゃない？この辺りが。いやー、そう。いや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 。上、上。あ、でもそうだ、カエルくんこの前怖くて、真面目にちょっと怖かったんだよ、なんか、アマンガースの時に、テンションおかしくて、多分この動画出る時に出てるかな、なんか、本当にやばくて、なんかすごいかったよね、なんか。なんか酒じゃなかったんだよね、なんか。ケント・ジョーンズワートのせい。ちょっと怖いから、この辺にしとこう。トム、あ、トムは優しいわ。トムは優しい。え、トムめっちゃ優しいよ。え、リケモも優しい。ちなみにリケモもちゃんと優しいよ。ゲロまみれのポテチ解放して、どうしようみたいな感じになってたから、超優しい。ちゃんと弱者に優しいよ。コータン、いや、悪いよ、コータン、ちょっと。いや、なんか、で、コータン、もう、ちょっと利己的なところある気がするなぁ。サンドイッチって、多分、そんな性格良くなくない？いや、知らないけど、面識ないけど、性格良くないよね。普通にカス。まあ、イカオさんが言うんだったら、まあ、はい。普通にカス。イカオさん、一個、昇進で。イスイさん、なんかさっきから如実に自分の退院の時にチャット量が増えてるにゃ。いやにゃ、一個昇進。まあまあ、こんなもんじゃない。まあでも。うん、まあまあ、でもこんなもんかも。まあ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 。これ、うるるる。うるるるるは、悪くないと思うけど。アーケンさん、今自分の顔回収しました。アーケンさん、今自分の顔回収しました。ありがとう。父さんの誕生日。やにゃ、おめでとうございます。20歳より。やにゃ、もう一段上で。あの、それ、僕です。あ、二人とも同じ位置にしといて、やなとやにゃ。同じ位置で。まあ、田辺は、いや、でも田辺ね、ずっとね、訓気使いに生き残ってるから、リアルはなんか高青年テンションみたいなことやったりするけど、実際あいつそんな性格良くないと思うぞ。ずっと訓気って生き残り続けてきたから、人のやらかしで頭永遠に笑ってるしな。ハマスは、ハマスはそんな悪くないんじゃない？そんな悪いなってことはないけど、ハマス性格。気は悪いけど、またそうやってなんか引っ張り下ろそうとする。このさ、また引っ張り下ろそうとする。そうやってすぐ。人が下の方に行ったらこう、いやいや、口悪いっしょ、あいつやばいっすよ。じゃあそういう企画じゃない。悪いピアだから、いやいや、そんなことないと思うよ。紅茶さんはもっと性格いいと思いますよって言って、こう下に誘導することもできるわけで、いや、ヤニャーさん、そんな性格悪いってなってますけど、実際そうでもないと思う。ヤニャーさん優しいですよ、とか。っていう発言が、ラボから一言も出てこない。ラボから一ミリも出ない。いやいや、ボサさん結構いいとこありますよ、とか、なんかそういう発言が一瞬も出てこない。もう、ラボの誰からも出てきません。もっと下だと思いますよ、みたいなの。一ミリも出ません。あげることしか考えない。キツイさんが悪いのは性格じゃなくて頭なので、その意思はないと思いますって言いました。はい、性格悪いです。で、一本昇進。いやいや、ショートカット急に特上体後部入れてます。何どこ目指してんのみんなで、その上の方を目指して。ラボ怖すぎるっぴ。あ、そうだ、カメスタもそうだわ。カメスタもやばい時あったわ。カメスタやばかったわ、そういえば。思い出した、俺。カメスタ2個やばいの思い出した。書けないからマイクロ雑談に書くわ。仮面に書いた。リアクションだけで。そうだわ、カメスタここだわ。え、マジで。え、そう、あったわ、そういうこと。いや、ちょ、書けない、言えないことなんだけど、あった、あった。
いやなんかもうなんか瞬発力もあるもうなんか、いや正直ここでいいかも、もうそれだけで最強エピだよ、最強エピ。その人じゃないもうラボか、それ以外か。確かにラボが無制限に、ラボのたわけが無制限に登ってってる。真ん中人少ない。まあ確かにクリボーそんな低い。あーまあ確かに、まあクリボーは性格はまあでもそんな悪くないような気するけど、うん、まあ声が怖いだけで別に悪くはないんじゃねえかな。人の悪口言ってるの聞かないよね、紅茶以外に対して。長月さん、ラモの会議中にエイペックスするような人なので性格悪いですよ。そういえばやってたね。アボボタに性格いいんだよなぁ。なんか、ねえ、なんかラーバっぽいんだよね、ちょっと。なんか、俺下だと思うな。あの悪口言ってるの聞いたことないんだよね、あの人の。いや、俺がさ、参加税の愚痴とかさ、もうマジでもうあいつもう、また翡翠かとかって言ってたら、いや、まあねーとかって言って、ちゃんと止めてくれる。ちゃんと止めてくれます。あれじゃないの、悪口言ったら弱み握られるから。はい、もう、これ一番目で。もう、発想がもう、マジで。もう発想がすぎる、マジで。あの、俺一番目でいいわ、もうこいつ。もう発想が終わってる。そんな言葉がね、急に出てくるのがやばい。もう終わってる。そんなこと思いつかない。ポノさん、アボボ裕福で性格いいとかありえないからくたばってほしいな。え本当に言ってた？録音あります。はい、じゃあ、待ってくれ。じゃあまあ。垂れ込み代、垂れ込み費用。ちょ、デレさんがなんかいつまでも下だから、はい、仲良く足引っ張り合ってもらって。ラモの関係者全滅じゃん。ラモ性格終わってて言いづらいです。一番上5度以外ラモ関係。自分は2、3人犠牲になる企画書いてないともう満足できない体になっただけで邪悪ではない。下げてもらいたい。いや、無理でしょ。いや、無理でしょ。ご冗談を。翡翠さんはラボ関係じゃないにゃ？そういうところ、そういうツッコミ、いらんツッコミ、そういう余計ないらんツッコミや。なんか社会人って性格悪いね。まあね。まあそういうのが分かりやすくなるからね。お札、翡翠は関係者じゃないしな。ね。一個あげとこ。これは言ってない。本当に？言ってないこと言ったの？言ったです。ふ、まあ、疑わしきは罰せよで。確かに唯一籠絡されてないサバだからな。関係者じゃないよな。やば。やば。いや、まあ、垂れ込んだ組ですよね。垂れ込んだヤニャーちゃんですね、それを。はい。こんなもんですね。ピアとは。なんか垂れ込みまみれですげえことになっちまったな。ラボが性格終わりすぎてた。インフレ起こしてるソシャゲ。はい。すごい。はい。ということで、性格悪いやつティアでした。ジジ。なんか、ちょっと YouTuber というか、こういうインフルエンサーの話なんですけど、いわゆる配信者、ストリーマーとかって、性格がめっちゃいいか、性格めっちゃ悪いかのどっちかな気がするわ。この人普通だなーって人あんまいない気がするな。なるほど。あの、ヤニャー、そこでね、すぐ、このなんか、ゴリラビとかね、ヤニャーとかね、すぐね、こう、実在の人物に結びつけたがる。こうやって、すぐなんかこう、実在の、ああ、じゃあ、誰々は、みたいな感じで。で、ゴリラビとかまだいい方、初見さんは、とかって言って、まだ冗談だけど、ヤニャーの、なるほどっていうのは、こうなんか、みたいな、ふーんって感じの、この、含みがある感じがする。ふーん。それ、ヤナーくんですにゃ。使い分けよって。